うわあ、1年ぶりの山、すげえ、全く違う。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。本日も山の方来てます。今ですね、1年ぶりに、1年以上ぶりですかね、山の方に来てるんですけども、目的といいますかですね、ちょっと状況だけ頭に入れておきたくて、ただ、短時間で軽くですね、ちょっと一瞬回ってきたいななんて思うんですけど、ここ最近雨が多かったので、なめこなんかもですね、もしかしたら、ワンチャンあるのかななんて。うわ、だいぶ木倒れてますね。ありまして、そんなこんなでですね、ちょっと山の方を見ていきたいなというふうに、一周見ていきたいななんて思います。ここで舞茸を取ったことはないので、あれなんですけども、まずですね、ちょっと一周見ていきたいと思います。お、これカエンタケじゃね、カエンタケだ。これカエンタケ、というですね、毒キノコなんですけど、よーく見るとですね、真っ赤にですね、なんかピースサインをしてるような、こちらを見てピースサインをしてるようなものなんですけど、これカエンタケと言いまして、触るとですね、素手で触るとやけどしますね。この素手で、こんな風に触るとやけどをする。これ危ないですね。久々に見ました、カエンタケ。あるんですね、カエンタケ、やっぱり。これですね、山で見かけて、なんだろうな、なんて触ると、やけどしますので、気をつけてほしいんですけども。やっぱりですね、ワセのナメコ出ましたね。一発目のナメコが出てますね。これは、容器もありますね、やっぱり。これ、水なら、になります。水ならの木です。いっぱい出てますね。よいしょ。よいしょ。こんな風にですね、振り落としてくると、また次の菌がですね、回りますので、また出ます。はい、今出てきてる菌、この辺ですね、よーく見るとわかります？このちびっこ。ですね、ここと、この辺。これがナメコの菌です。結構ありますね、ナメコの菌。ここにも出てます。例年そうですね、早いとですね、8月の末ぐらいからナメコの方は出てきます。ただですね、ナメコもリレーするんですよね。まず一番最初に出るナメコの木というのは、舞茸が出る水ならの木になります。それから、ブナ、ブナの倒木なんかにですね、出てくるような感じでリレーをしまして、また最後にですね、コナラとか、ナラの木に戻ってくるというようなリレーをします。はい、やっぱりですね、出ましたね。なんか出て、今年雨が多かったので、ナメコは出たんだろうなっていう木ではいましたけども、やはり出てますね。今年はですね、なんか天候がおかしいんですよね。雨が多くてですね、寒いなと、肌寒いなと思っていましたらですね、今度は、真夏日が戻ってくるというような、天候で、キノコもですね、わりかし遅くに出るキノコも、なんて言うんですかね、前倒しで早く出てくるような、印象ですかね。なんか今日ですね、目的はないんですけども、場所場所によってその山のですね、進み具合っていうのが違うんですよね。ちょっとそれを見たくて、ちょっと山の方に入ってきました。ふと思ったんですけど、なんとなくですけど、なんか高竹の出そうな雰囲気、ですね。わりかし日当たりが良くてですね、斜面とかあるとこなんかに結構光沢なんか出ますけど、光沢まだ早いのかな。ですね、私のいつもお世話になりっぱなしの佐藤さんはもう光沢を取ったという情報ありますけど、光沢ではなくケロウジだということで、最近判明したわけですけど、そんなキノコもですね、ケロウジなんか今年多いですね。前動画でも言いましたけど、そんなワンチャンがあればいいななんて、いうふうに、思ってるわけですけど、よいしょ。いやいや、もうですね、なんか暑かったり寒かったりで、本当に体調が、なんていうんですかね、参りますよね。うわ、全然変わってる。もうそうですよね。まだ
なんていうんですかね、秋には突入してないので、すごい見通しが悪い。自分の頭でですね、コースを描きながら、まずは入っていきたいななんて思いますね。よいしょよいしょ。おお、なんだこれは。出ましたね、大洗岳。大洗岳、こんなですね、小奈良の倒木の根元にですね、これですね、すごい太くなるんですよ、これぐらい。よく黄金岳と間違える方いらっしゃいますね。これが大洗岳という、毒キノコ。これすごいしめじっぽく出るんですよね、この陽気の時。おー、綺麗ですね、綺麗綺麗。でも食べられない。これ中身ちょっと割ってみましょうか。ちょっと1本だけいただくよ。ですね、中の方はですね、でも中の方もこんな感じなんですね。虫は入ってますけども空洞にはなってない。初めてなんか咲いたような気がしますね、お笑い竹。こんな風にですね、よく見てみるとちょっと分かりづらいですね。ちょっともう1本取ります。いや、こんな風にですね、ひだの後ろに膜が張ってるような感じですね。特徴は、めちゃ危ないます。あとはですね、なんていうんですかね、全体的に黄色みを帯びた黄金色をしているようなものなんですけども、これがですねこんなにでかくなるんですよ、秋になると。これ秋までありますね。これよく、黄金竹なんかと間違える方いらっしゃるのかななんて、思いますけど、大洗竹も出てきましたね。お、なめこじゃね。さっきは流れてたなめこ、おお、ついてるついてるついてる。おい、今年初物。おお、早い、なめこも出ましたね、すごい。これがなめこ、じゃじゃん。おお、出ましたね、状態かなり。というのもですね、今日あれ持ってこないんだよね、ハサミ、ハサミとカッターを忘れてきました。あとですね、締め切りアイテム、もう忘れてきました。まあ、アイテムはいらないんですけども、ちょっと手で取っていきますかね。おー、すごい状態いいですね。こんな風に上から見てみると、お、小さい容器もまだありますね。すごい、佐藤さん好きなやついっぱいありますね。すごい、初物初物初物、状態かなり。ちょうど雨降ってた分ボーンって出たんでしょうね、この前の。おお、すごい、なめこも出ましたね。やっぱり場所によってはですね、こんな風に出くわす時もありますね。なんとなく実は匂ってたんですよね、今日。もうなめこ出てるんじゃないかななんていう風に実は、ちょっとですね、思ってきたんですけども、やはりですね、ありましたね。私ですね、前から言ってますけども、これぐらいの状態のものがですね、結構好きなんですよね。つぶつぶしてるなめこよりも、私はですね、どちらかというとこんな開いてるなめこの方が好きですね。あとはどちらかというとブナになってるなめこが大好きです。去年はですね、ブナのなめこがですね、不作だったんですよね。で、今年はですね、多分おそらく出るんじゃないかななんて期待はしてるんですけども、よし。もしかしてですね、 YouTube 上で、今年なめこの撮った動画を出すのがですね、私初めてなんじゃないですかね、多分。おそらく他の方誰も多分出しないと思うんですけど、ですね、こういった撮り方をちょっと嫁連れてくればよかったですね。だと私が他のところを見れるという。よいしょ。あとですね、こちらの方にひだと言いますか、後ろから見ると若干このひだの方がですね、薄いのが分かりますかね。これがですね、ワセナメコの特徴なんですけども、こんな風にですね、ちょっと薄いもの、これがワセナメコの特徴です。これ実は皆さん、
なめこというのはですね、秋に出るものだというふうに思ってる方結構多いと思うんですけど、結構ですね、8月の中旬ぐらいからですね、早いものだと出るんですよね。私も以前ですね、8月のお盆明け、ちょっと沢沿いだったんですけども、条件さえ整えば、こんな風に出ます。ですので、秋にならないと出ないということではなくてですね、条件が整えば、出るような感じなので、ぜひですね、アタックしてみるのもいいのかななんて、思いますね。よいしょ。お、だんだんと見通しが良くなってきましたね。よいしょ。おぉ、まだあるなめこ。やば。今年おかしいんじゃない？ちょっと。すげえ。すごいすごい。一面、ずらりとなめこ。うわぁ。なめこ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 。こっちにもありますね。こっちにも。こっちは開いてるものですね。こっちの方は、粒の。これは、そうです。佐藤さんの好きなやつ。お、すごいですね。綺麗です。見事ですね。これもじゃあ取っていきましょうか。こんな風にですね、粒のなめこなんかだと、味噌汁に、結構好きだよっていう方いらっしゃいますけど、これもですね、コリコリして美味しいんですよね。よいしょ。実は今ですね、若干沢が、近くに流れてるところの付近にはいます。確かに。いるんですけども、おそらくですね、今年は、何もかもがちょっと早いのかななんて、前倒しで出てるような気がしますね。すげえ、アブがすごいんですよね。めっちゃアブがすごい。今日しょうがないですね。うわっ、こら、今日はしょうがないです。ハサミがないので、こんな風に採取をしてって、あとは持ち帰ったらですね、こんな風に。よいしょ。これ、ちょっと佐藤さんに持ってってもらえますかね、これ。このちっちゃいの。これ、佐藤さんの好きなやつ。うわ、蚊がすごい。こら、蚊。めちゃ陽気もありますね。すごい、なんか、久々に癒された。おっと、舞茸の前に、なんか、ナメコがこんなに取れるとは思ってもいませんでしたね。びっくりしました。よいしょよいしょ。なんか一回ナメコが当たるとですね、なんかナメコ取りの、うわー、すごい。今年初。ナメコがですね、出てると、どうしてか、私の欠点なんですけど、倒木を見てしまう習性があるんですよね。だと、こういった土から出てるキノコなんかを見逃しがち。ということで、こんな時はですね、こんな時は、土のキノコもですね、よく見た方がいいのかななんて、思いますね。例えば、こんな風にですね、若干斜面になってるとこなんかだと、ちょっと結構キノコが出やすいという特徴がありますね。はい。あとですね、気温っていうか、気温の方も関係してくるんですけど、天候や気温も関係しますけども、例えば雨が降り続いている場合、そういった時に、狙うのはですね、やはりですね、ナメコとかになるんですかね。やはり水分が必要なんで、ナメコの方はですね、どちらかというとカラカラになると、乾いて、成長しないということありますので、できたらですね、天候を気にせずに山に入って挑戦してみるというのもいいのかななんて思いますね。で、奇妙ですよね。なんか通常だとムキタケが終わったあたりにナメコが取れるわけですけど、ムキタケがない感じなので、それがちょっと奇妙だななんて思いますね。なんか桜しめじもあれですね、ないですね。なんか桜しめじもあるのかななんて思ったんですけど、前に少しだけ取ったことがあるとこなんですよね。なんですけど、ありませんね。もしかすると、何ですかね、細い水ならに、もしかすると、舞茸なんかのワンチャンあるのかな？もしかするとあるな。ちょっと舞茸なんかも探しながら、じっくりとちょっと回っていきたいと思いますけども、よいしょ。結構今日は今日はというか、この辺は歩きやすいですね、少し。はい、ということで、舞茸の方もですね、ちょっと見たんですけど、小さい水ならしか、なかったんですけども、
倒木がちょっとありましたけども、出てませんでしたね。陽気もなかったです。今年はですね、8月中に雨が結構降ったせいで、結構山のですね、湿気の方が結構あるんじゃないかななんて、思ってきたわけですけども、やはりですね、的中で、もうすでにナメコが、出てたということになります。皆さんもですね、ぜひあの山の方で、例年なんか、なんていうんですかね、例年ナメコを取っている、場所がありましたら、ぜひですね、様子を見に行ってみるのもいいんじゃないかななんて、思いますね。あとですね、この先の予定ですと、おそらく光沢なんかもですね、ぼちぼち出てくるのかななんて、思いますね。ということで、次回ですね、光沢、あるいは舞茸、舞茸もですね、探さないといけないですね。なんとなく嫌な感じはしてるんですけども、今年ですね、飛び竹が、非常に少ない、島吉商店の方には、大変ご迷惑をおかけしましたけども、ご予約いただいたお客様、キャンセル等の手続きでですね、今進めさせていただいているかと思います。ということで、ぜひですね、舞茸の方を期待したいななんていうふうに思いますね。舞茸もですね、今の時点でちょっと白舞茸が見つかってないんですよ、実は。ということで、私個人的にちょっと嫌な予感が、してるんですけども、まあ舞茸は、なんとかなるんじゃないかななんていうふうには思ってますけども、皆さんもぜひ、舞茸やら、あとですね、なめこの方もぜひ探してみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。